皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。2023年9月25日、16時54分、本日もホームページ淡井圭介の履歴の一番のところに様々な内容アップロードした内容へ、アクセスできるようにしています。で、まあ、そちらに述べている内容も、かなり、いろんな方が聞かれて1にも2にもあるかと思うんですが、これは日本テレビ放送網株式会社日テレさんへのメッセージなんですが、まあ、他の国会議員の方たちも聞いていただきたいんですけども、まあ、君の名はとか、まあ、スタジオジブリ参加で新海誠監督がいらっしゃって、まあ、私からの提案で、君の名を作っていただきました。で、まあ、隕石に関しては緊急避難なんですよね。最終結論が。で、まあ、それは、僕は1997年8年フズツラパークで働いていた頃のアルマゲドンという映画とはちょっとね、方向性が違うと。そのアルマゲドンの方で行くと、その昔の神風特攻隊のような立場の人ができるのと、それに備えて、それ理由でね、軍需産業がお金儲けでミサイル作ったりするでしょう。国との癒着で、国連条項でしっかりと、軍備費の縮小って第1条ぐらいに書かれてませんでしたっけ？そうですよね。ここで見ましょうか。第何条とかそういう話。で、一応僕が、岸田さんに、お願いしていたのは、まあ、自衛官が屋根の上を登って太陽光パネルを貼り付けるの話なんですけども、結局太陽光パネル貼り付いてるとこう見当たらないんですよね。2019年新幹線乗った時に、まあ、岸田政権の頃に頼んだ時ですから、その時は、まあ、菅さんが総理だった頃、か安倍さんが終わるぐらいの頃だったと思います。で、屋根の上、ガラ空きです。新神戸から、東京まで、本当に。右側も左側も自分でしっかり見てたら、わかりますから。で、結局本当に F-35 を購入とかして、で、まあ、軍事費上がってるケース、パターンみたいですね。2022年のデータで見ると。まあ、わかんないですよ。その、国防だっていうことをいろんな国に投げかけて言ってるので、その投資金額とかね、例えばアメリカだったら太陽光パネルの工場や、その蓄電池の工場とかで、日本円で3兆円以上の投資をしてるんですよね。今の為替相場で。だと思いますよ。そこまで昔のニュース放送されたら、私も手に負えないんで、最初の頃の太陽光パネルの工場が最初どこにあったのかの話になりますから、そこまで調べなきゃならなくなるので、本当にそれされたらもうお手上げなんですけども、世界国勢税2023年度版を見ると、アメリカ、日本、まあ、西側諸国などなどが、軍備拡大してるんですよね。いや、貿易輸出入で物事見たらわかるんですけども、アメリカはたくさん輸出していて、日本とか買わされてるんですよ。多分 F35 でまず間違いないですね。エネルギーの残存量問題の方が先だったのに、なぜなんでしょうっていう話になるんですけどね。まあ、天気の子に関しても、ある程度人間が、天気を差配する部分があって、まあ、台風の消滅だとか、まあ、そういうふうな形で物事を、しっかりと対応しなければならない。で、ちょっと待ってくださいね。目次で。2843。これ、各六方全書の年代によって、各六方全書の年代によって違います。ページ。
法律、本当は現行法規、現代日本法規なんですよね。とすると、東京六法です。いやもう裁判所の裁判官が法律で求めてきたりするから、一応こう、でも法律ね、言っといた方がいいかなと思って。で、まあ、その件については、他の YouTube とかでも述べてるんですけども、ちょっと待ってくださいね。まあ、君の名についても、天気の子についても、まあ、スズメの涙はもうストレートに、地震の話で、描いてほしいと。そういうふうな内容で、題名はこちらで考えてないんですけど、とにかく次、地震の話と、なぜ地震が発生するのかについて。で、その次は、老朽化した建物の解体だとか、今、YouTube にアップロードしてる最近の内容とか、昨日今日とか、まあ9月入ってからアップロードしている内容とか見ていただいたり聞いていただいたら分かることなんですけども、もうそういうことを題材にして、次の作品を作っていただいたら良いと思います。世界中はもうどこも同じですからね。極端な少子化。で、孤独死。で、警察官も分からない。建物解体始まってから遺体が出てくる。こういうことはあるんですよ。もう警察官も、そこまで、全然見に行ったりできないですから。だから今3分の1以下の人しか結婚出産までたどり着けていないんですよ、日本の状況で。他の国も大体同じで、韓国なんかも今だったらもう4分の1以下なんじゃないですか。本当に消滅しますよ国。もう2045年になったら韓国なんか 50% 以上の人は65歳以上の人たちになりますよ。 今日本はね28% 超えです。人口の 28% 以上が65歳以上の方です。ちょっと国際連合憲章および国際司法裁判所の規定を読みましょうか。軍備の縮小どこにあったかな。まあ、もう見えてますよね。ピンと合ってるかな。ありますよ、軍備の縮小。なぜかな、ちょっとあれですね、どこかで見落としたかな。そこまでね、テレビとかも嘘を言ってないんで、軍備の縮小とかありますよ。これ平成20年度版の方の六法全書なのでね。実はロシアがね、毎年軍備費を縮小してくれてたんですよ。民間の人たちが頑張って自然再生可能エネルギーを進めていたのかどうかの話になるんですよ。自然再生可能エネルギーの普及がロシアはちょっと遅れてるんですよね。だからね、その軍備費のところについて、いや、多分 F-35 の話がいらないのと、あとロケットの打ち上げとかですね、本当に。これね、テレビ局の人でもたまに分かってない人がいるんですけども、海底ケーブルで繋いでるんですよ、日本もアメリカも。日本と韓国も。日本も中国も。台湾と中国も。もう世界中の国どこもそうですよ。近隣の国と全部ケーブルで繋いでるんですよ。国連。単位国連という形で。だから、ほとんどの情報は、99% 以上の情報は、そのケーブル使って、
情報を伝え合ってるんですよ。アクセスをすると言ってもいいでしょうね。だからそんなにたくさん宇宙空間にレーダーを打ち上げたり、レーダーを打ち上げるっていう言い方にどうしてもなってしまうんですよね。気象衛星とか、そういうのでいいんですよ。人間がその天体望遠鏡で、その隕石の落下については肉眼で確認すると。絶対こういうふうにしておかなきゃならないんですよ。コンピューターにバグ入れられたら終わりですからね。エネルギーの残存量問題で人間が、少なくなればコンピューター長生きできるとコンピューターが勘違いしたら困りますから。でしょ？AI の自動のね、サイバー攻撃。ちょっと待ってくださいね。喋りながら、違うこと喋りながら言ってたから、どっか見落としてるかもしれない。まあ、けど、これだけ映しておけば。読み上げなくても、証拠になりますよね。一時停止押せば読めるんですから。いや、まあ、もともと普通、その国際郵便、まあ、これね、外交とがいるようなその内容とかも、ちょっと待ってくださいね。先に探しておくべきでしたね。大難城か、この間見つけてたんですけどね、軍備の縮小、まあ、この辺りになってきたら、経済社会理事の話なので、まあ、理事が世界各国5人ずつだったと思うんですけど、まあ、大体外務大臣とか、そういう人たち、いや、こっち経済の方ですからね。まあ、これだけ映しておけばね、証拠映ってるでしょ。とにかく軍備の縮小についてもしっかりしなきゃならないし、まあこれは新海誠監督へのメッセージと、日本テレビ放送も株式会社の方たちへのメッセージなんですけども、まあその君の名はについては世界中への、マーケット、中国の方でも映画館、こういったものを、放送させてくださいということで、まあ私の方から安倍政権の時に、習近平国家主席にお願いするような形で言いました。で、まあ間で王毅さんが入ってくれたかもしれませんし、まあ最終的にその緊急通報ということでね、日本では J アラートっていうものがあるじゃないですか。あれは本当は隕石が落下してきた時に鳴らすものであって、でどこそこに落ちる予定です、何時何分頃いついつっていうことで、相当遠くまで巨大なレンズだったら見えますから、山の上の方の天体望遠鏡の係の人、本当はそういう係の人は昔から存在するんですよ。昔からバグとかありますから、 AI のコンピューターのハッキング、だからそういう人たちで、各自国の領土を、しっかりと、見てもらわなければならない。じゃあ曇りの日どうするんだっていう話になるんですけども、結構遠くのところから見えるでしょう。だから1週間連続で曇りなんかまずないですから、まあもうそれでいいんじゃないかっていう話ですよ。一応コンピューターの電子を使った巨大な遠方の方まで見える、システムによると1万光年ぐらい先まで隕石が降ってこないっていう話なんですけども、けどまあ隕石らしきものは、昔の映像で、
まあ一応新聞とかで隕石が落ちてきたとかの話ありますけども、あれ落石なんじゃないですか。あの崖のすぐ下とかに住んでらっしゃる方の。でしょ？あんな上空から石の塊落ちてきたら、それでその家一軒吹き飛びますよ。石ころといっても例えば縦横1メートル軽くトン超えますよ。着弾した時の威力、そのソニックブームで、まあ家倒壊すると思いますよ。まあ有馬温泉に大きな石を飾っておいてたんですけども、あの辺りでね、近くで有馬温泉の駅を降りてすぐ左手のところに、あの看板でね、高熱注意って書かれてる看板があるんですよ。あの辺も掘ったら多分まあ温泉ぐらいは出てくるんじゃないですか。でそれが地熱発電に使えるかどうかなんですよ。でなんか水柱の話がありますけども、あれはガスによって水柱が発生してるんです。まあ水柱、まあ多分あれも何回も昔から流してる放送の水柱だと思いますよ。もうその現地の人たち何歳かも分かんないですよ。でまあ一回水柱が上がったら空洞が出来上がるはずですから、まあね、その水柱はそんなに気になるんだったら、まあ山の中の映像だったんですけどね、自衛隊が上空からヘリで、そのもう今ないんですけども、この間見に行ったらなくなってました。有馬温泉のその駅の近くにあった橋渡ったところ、綺麗に設置されたところのバス停の近く、もう自分で触ってみたら分かるっていう、もうこの重さ上から落としたらどちらが勝つか分かるでしょうっていう話でね、蓋として、まあ難しいと思いますよ実際。そのだから最初から球体で作っておけば、もうあとはどうにか転がしたらいいから、それ戦車で押しに行ったらいいだけっていう話になるんですよ。昔そういう話をしていて、まあ本当に有馬温泉に設置された方なんですけども、それは25年前にフルツラパークで言ってた時の話の内容ですね。で、絶対しちゃならないのはお墓を作ってはならないっていうことです。納骨堂は裁判所の判決が出ています。お金払った人たちに全額お金返しなさいって。本当です。捕まりますよ。未だに納骨堂なんか営業していたら。でお墓の話も、お寺業界にぼったくられる話なんです。本当に。あんなもの作られたら、管理なんか誰もできないんですよ。一応、公務員の、人、社務長の人たちが管理してますけども、一応管轄は神社庁です。で、どこのお寺も、もう昔からどんどん滅んでいってるんですよ。しっかりと。でそれでいいんです。もともと死体は海か山に散骨なんですよ。だからお墓の下に骨も何もないんですよ。死体も何も。だから高い金払わされて、エネルギーの残存量問題、すごく忘れていた人たちが、なんか自分たちのお金、お墓で巻き上げられてるんですよ。本当はものすごいよ。ひどい詐欺罪。破壊石なんか削ってたら運ぶもそうですけども、エネルギーすごい消費されるでしょう。クレーンで乗せなきゃならないし、運搬するときとかもね、重たいからガソリンたくさん消費されますし、近くの距離であったとしても、そんな余裕があるんだったら唐津川の水源地のダムを作り替えたらいいんですよ。まあ一応撮影しに行きましたけども、神戸市兵庫区と北区の間ぐらいのところですね。で、僕の見た目では、まあ一応まだ大丈夫かなみたいなことを撮影して言ってるんですけども、やっぱり石、まあその、
もちろん石造りなんですけども、やっぱりこう何かこう老朽化してきてる雰囲気ありますよね。で、あんまりあの烏川の水源地は溜めてるところがかなり高いところで、そこから先はこう一気にこう本当は排水口を例えば下の方に持って行ってたら滝のような形で流れるんですけども、もともとろ過器で自然にろ過をして、その烏川の水源地よりも低いところの住宅に水を供給してるんですよ。だからやたらと高いビルとかって近辺でもしかして水道の蛇口ひねった時に電力使って水出してません？そんなことしてたらエネルギー持たないですよ。でそれ東京でしてるでしょ、多分高い建物いっぱい建ててしてます、してません？どちらにしても答え同じですよ。高いものを建てたら東日本大震災で建物ずっと揺れっぱなしだったでしょ。その映像一応僕のホームページからアクセスできるようにしておきました。確か200万台だったと思います。それが現実ですからね。自分たちの住んでるところを守るっていうことは高いビルを建てないこと。東京都の真下とかでガソン採掘してますからね。地下鉄があんなにたくさん通ってるのはもともと資源を採掘してたからですよ。だから穴だらけになってるんですよ。で柱入れていったんですよ。このままだったら底抜けるって。だから底抜けのっていう言葉あるじゃないですかね。ガスの採掘は東京都の下もそうだし、埼玉県もそうだし、群馬も、栃木も、千葉も、神奈川県も地下で採掘しています。わずかですよ。だけども空洞は広がる。で、東日本大震災が発生した地点があんなに沖の方だったのに、なぜあんなに距離がある、何百キロも距離がある、関東で、あれだけの、震度になったかって言ったら、一斉崩落が始まったから。揺れが伝わってきてね。その、まあ、オランダ、まあ、ハーグの国際司法裁判所のあるところですけども、そこは、オランダも、ガソン採掘してます、自国で。だけども、定期的に止めてます、ガソン採掘。はっきりと理由書いてます。地震が発生する可能性があるからって、これ昔からなんですよ。まあ、昔から、大学の教授とかがプレート説で嘘を言ってるんですけども、それ、敗戦国のドイツの教授で、その人、第一次世界大戦の後ぐらいの人なんですよ。教授として。第二次世界大戦の前の人。だから第二次世界大戦が終わったぐらいにお亡くなりになられたか、それ前に亡くなられたかの方なんですよね。だから、地下の中なんか絶対分かってない人たち。プレート説。そんなこと地震なんか発生しない。本当は分かってた方、みんな。これだけ採掘していて、生き埋めになった人たちがこれだけ何百人、何万人といるって、中国の、昔の物語の、白を切ると書いて、白、白と、黒白の白、白を切ると書いて、白起将軍。40万人を生き埋めにしたっていう話ですけども、あれ、地下の採掘資源で、昔こうね、掘ってた方じゃないですか。まあ、途中から、木とかで、加工して、ハンドルをぐるぐる回して、もちろん先は金属ですよ。で、それで、採掘をしていた頃なんですよね。で、木でトンネルとかを支えていても、上の方が重たいでしょ。で、だんだん、弱くなってきたら、崩れるじゃないですか。亀裂が入ってきたらね。掘ってる時に振動が、すごい振動が、発生しますから。で、多分ね、40万人生き埋めって採掘してる人だけじゃなくて、多分大きな地震が発生したんだと思うんですよ。で、それでお亡くなりになられた方たちの数合計で40万。だからそれを戦で人殺したことにして40万人生き埋めにしたっていう変な物語を作ってたのが昔の戦国時代なんです。だから中国の三国志の話も、
魏の曹操は赤壁の戦いで80万の大軍を連れていきなり来て川渡れると思います？みんな斧持ってまず木切るところから巨大な造船所作るしかない。80万人も人が乗って、馬までいる、馬までいるって言いますか、馬の餌までいりますよね、そんなにたくさん乗せるんですかの話になる。川すごい大河が船で埋まりますよ。ちょっとごめんなさいね、もう、もうすぐしたら野球の試合の時間帯があるので、ちょっと今もう笑ってしまいそうになったんですけども、そこは踏ん張っていますね。本当はあれ笑い話なんですよ、連環の刑って。普通に考えたらわかるって、そんな数の大軍で移動なんかできないって、水とか食料どうやって調達するんですって、周りの村通ったところ全滅しますよ、本当に食料全部なくなるから、村とか町、周りの城、ごめんなさい、もう無理、周りの城とかキングダムのあの話、違う戦争で死んだことに多分された、その外交に生かされた人たち、あの距離普通歩けると思います？僕ね、神戸市に住んでますけども、神戸市の新海市とか、新幹線、一応新幹線で神戸ぐらいだったら通過したことあるぐらいの感覚の人で分かってくれたらいいと思いますよ。有馬温泉よりもね、有馬温泉はそのまま右の方行って、有馬口という駅から、左の方へ行って、岡場駅とか田王寺駅とか、三田の方へ向かうんですけども、有馬温泉よりこっちの方が遠いんですよ。この距離ね、すごい肉体労働で体を鍛えていた時の僕でも、この距離を歩こうとは思いません。本当に。中身の入った投函4巻に同時、4巻同時に持ち上げて、スタスタと歩けるぐらい、足腰の筋肉もすごくありましたよ。だから、多分昔の外交ってすごく大変だったんだと思いますよ。何人か行かせたけども帰ってこれたのはみたいな話で、だからそれを伝言でね伝えるでしょ。で、中国ってものすごく広いじゃないですか。っていうことは言語は違うんですよ。日本でももともとそうでしたから、東北の方の人たちとか、もともと喋った、もともとの言語を聞いたら、全然違う言語で話しますから、沖縄なんかそうですよね。今、琉球語を使える方たちがどれぐらいいらっしゃるのかどうか知らないですけども、両方覚えるのって大変じゃないですか。で、その中国のね、劉備玄徳の方が曹操と面会した時にね、天下は曹操が宗家は治めるべきだと、曹操家が治めるべきだと、こういうことを言ってるんですよ。で、劉備は親戚の方が劉璋という方が蜀のね、国が建国される前だから、そちらまで行ってあの辺一帯まとめて、あれみんなで協力したんです、3つの国で外交で。孫権があるから呉の国あの辺りで、もう孫氏の兵法書の多分一族の人だと思いますよ。その話が混ぜ込むとまたややこしくなると思うんですけども、もしかしたら曹操とかの方からどうせそれ作り話でしょって言われて、いやだからこれね、他の動画でもしてるんですけど、ちょっと持ってきますね。昔のその弓矢とかは、あれはもともと縁起物であって、的とかをいた時にね、拍手を浴びるものであって、これ木のまな板です。厚さこれぐらいです。軽い方の木のまな板、硬い。弓矢打ってこれ貫けると思います？オリンピックでね、最近のオリンピックでさえ近代化された、ああいう威力の上がった弓矢でも的を
狙った時に放物線を描いてるでしょ。まっすぐには絶対無理なんですよ。プロ野球選手みたいに150キロのストレートとか160キロのストレートぐらいの時速出さなかったら無理だから、まっすぐ飛ばないから、お辞儀するからボールが、まあ、130キロ台でもお辞儀しないで、まあ、なんとかキャッチャーのミットまで届いてる人は届くんですけども、まあ、回転かけて、まあもうクマとかなんかこれ絶対無理ですからね、相手するの。イノシシも下手に当たったら怒らすだけで向こうも全力でかかってくるから、そんなことだったらもう大変なことになりますよ。クマなんか簡単に木に登りますから、一瞬で。本当に平地走ってるような速度で時速20キロ以上のスピードで木平気で登っていきますよ。ものすごい筋力しますから、腕短いですけど足も。日本の学校教育もだいぶだから戦国時代で嘘を教えられてるんですよ。僕の推測ですけども、僕の推測なしの話を先にしましょう。学校教育の正しい本当の教科書の、弁慶とは、京都の役人で、都に入るときは刀を置いていきなさいよっていう人だったんです。で、源の義経はひらりひらりとっていう、まあのらりくらりって言った方がいいかもしれない、刀を預けたくなかったんです。間違えて弁慶さんが返しちゃう時あるから、相手間違えて、どうせそういう事態、どうせその当時のことを考えたらもう分かるでしょう。だって本人の写真がないから顔分からない。相手100人も刀置いていかれたら誰が誰のか分かるわけなくなるでしょう、本当に。でしょ？番号札持ってきたらどうします？番号札渡しましたって番号札だけを信じたらね、スリセット持っていかれるでしょ。もう義経からしたら、そんな刀もなしで正直刀持ってても熊なんか相手できないのにっていう立場、ほんとほんと、いや一人で来たんですからって言ってるでしょ。天皇家の方にお会いしにって。だ一説によると、間違って刀を返却された場合は、代わりの何か刀を持たせてあげて、帰らせてあげるらしいですよ。正直ね、大谷翔平とかあれぐらい体鍛えてたら、斧持ってたらね、熊ともしかしたら、戦えるかもしれません。ただ昔本当に大きなクマは2メートル超えるクマとかいたんですよ。今はその自衛官がライフルとか猟友会の人たちとかライフルで仕留めに行ってますけども、昔から。だからそのライフルとかがなかった頃を考えると、本当に体鍛えてる人たちで斧装備で、まあ、コンパクトなスイングで確実に最初の一撃目を入れてどうにかするしかないんじゃなかったんじゃないですかね。本当に。まあ、けどやっぱり2メートル超えてるクマは脅威だと思いますよ。立った時の大きさがね。200キロは超えるでしょうから、軽く。まあ、話がだいぶそれましたけども、もんのけ姫をね、表現していたのは、村人の人たちが鉄砲を作ってるでしょ。織田信長、三段銃。ね。もういちいちケチって、一人で撃ちに行かなくていいからって、三人がかりで熊仕留めに行きなさいの方。三段撃ち。それで堺とかで鉄砲をたくさん作らせて、熊が増えすぎたら困るから。で、足利が、まあ、どういう揉め事があったのか、まあ、旅に出て、まあ、ね、山の神とされる、まあ、いろんな神様がいたじゃないですか。まあ、すごい大きさで表現しますけども、日本狼。狼は、大きな犬よりも一回り大きいんですよ。一回り、二回りぐらい。まあ、あそこまで大きくないですよ。ある程度大きかった。まあ、それをだいぶ大きく表現してるんですけども、一応イノシシは、まあ、歴史上、
体高が 1.5 メートルで、体長長さが、2メートルのイノシシは捕獲されたのが、これが歴代で一番大きなイノシシだったんじゃないのかと言われてたんですよね。クレーンで釣り上げてる写真があります。で、まあ山の神でおっことぬしということでね、あのイノシシが駆けつけたりしていましたけども、なあ、物事の見方によってはすごくややこしいでしょ。その本当の歴史の方を知ると、その散弾銃でみんなで頑張ってクマ仕留めに行ってて、さすがにクマは出てこなかったでしょ。そこまでしたら話がややこしすぎるっていう話になるから、で、まあ山の神様が出てきて、まあね、その鹿みたいな生き物を、日本で言うとどう考えても鹿だと思いますよ。一番近い動物はね、獅子神様っていう名前で日本にいたのは鹿なのに、ライオンなんかいるわけないじゃないですか。日本に連れてきただけですから、他の大陸から。で、まあその獅子神をね、倒した時になんかこう巨人化してドロドロのヘドロみたいなのが飛び回ってたでしょ。だからそれが自然破壊で、あれ工場のことを言ってるんですよ。巨人、東京ドーム、エネルギーの残存量問題、淡井圭介にお金まだ、日テレさんとしても払ってない、スタジオジブリとしても払ってない、スタジオジブリが日テレの傘下、日本放送も株式会社ね、今さら巨人が頭上がるわけないじゃないですか、淡井圭介に。で、これこういうふうな話言ってますけども、本当は東京の人でね、もういい加減早く淡井さんにお金払ってあげろって誰か言ってもらえません。河川水門化式だもんって本当にいつまでたっても始まらない。特許申請するだけで17万は絶対いりますから、その請求事項とか増えたらまた金額が上がったりしてたと思いますよ、確か。だからね、その辺のところを踏まえて、いや、もう昔から僕も宮崎駿監督と、多分1997年、8年、もしかしたら1996年、それぐらいの頃にフルーツラーパークで会って話した方かもしれないですね。少なくとも未来からの時間軸の淡井圭介と宮崎駿監督は、ゲド戦記の頃かな、話交わしてますね。まあ今、脚本をね、考えるのがやっぱり大変だと思うんですよ。だからゲド戦記なんかはヨーロッパの方の作品であって、君はどう生きるっていう作品も、ヨーロッパの、多分もともとは小説だと思いますよ。で、それをアニメとして放送して、まあ、見たらわかると思いますけども、鳥が鳥かぶってるでしょ。まだ試合前、まだ試合前、ルール守りましょう、ルール守りましょう。ね、リアルタイム型、ルール守りましょう。まだ17時32分。ルール法律、当然。ロッテに誤りの失点、5失点はなし。もう巨人はもうどういう立場かもう分かったでしょ、今までの。丸ごと日本テレビ放送も株式会社、他のテレビ局とか見たら、純利益が2022年で止まっていたり2021年で止まっていたりとか、そういうところは、多いですね。関西なんか軒並みそうなってますね。でテレビは再放送状態、そこまで言っていいかも、多分あれ
去年の放送じゃないですか。岸田さんが総理になってからでしょ。で、その隣、この間の日曜日、まあ昨日、放送されていた、フジテレビかな？日本の挑戦っていう番組。あの番組自体も何年も前から放送されてます。で、そのペレストロ会部がどうとか貼り付けてるだとか、まあ一応最初から多分貼り付けてると思いますよ。あの発電効率を高めるだろうなんだろうとか言ってますけど、ね、ちょっと話がね、だいぶずれてるんだと思うんですよ。よくわからないまま話聞いていて放送してしまってません。ある程度膜の厚みがないと発電効率落ちるのはわかりますよ。分厚くしすぎても落ちるでしょう。普通に考えてわかるじゃないですか。早くテレビ局合併してほしいですね。そうじゃなかったら、もう会社ガタガタになります。純利益が出なくなると。もう余剰金がなくなるでしょう。そしたらもう気持ち的に切羽詰まってくるでしょう。特に家購入した人、ローン組んでる人。もうそれぐらいの頃に、なんで車なんか買ってしまったんだろうって。もう早く、今時も車なんか早く売るべきですよ。早く気づいたもん勝ち。もう世界中、先進諸国は少子化してるんだから、日本自体が少子化してるんだから、もう中古車もなかなかロシアも買い取ってくれないですよ。本当に。だから、販売価格が、やっぱり自分が売却するときですよ、車を。それはやっぱり値段下がると思いますよ。市場に溢れかえるから、需要と供給のバランスで。なんかまあ、この辺のところでもね、まあ、今いいことを言って、良いことを言ってるんですよ。そのエネルギーの残存量問題にね、早く車から置いてもらった方が、電車バス徒歩になるでしょ。で、徒歩でしっかりと買い物行くようになって、またちょっとは体を、運動できてる方なんですよ。一応僕はある程度の日、一週間のうち、ある程度の筋トレはしています。だからそれしてなかったら、ちょっと動いただけで、息切れ起こしますね。ちょっと走ったりしただけで。正直、坂登ってるだけでも長い坂、例えば100メートル、200メートルある坂登ってたら、息切れるでしょう。まあ、リュックとかに背負ってるものの量とか重さとかにもよるでしょうけども。まあ、なかなか、毎日体を鍛えるっていうのは難しいもので、時間がある程度消費されますから。まあ、けど、腕立て背筋は、まあ、150回ずつしたとしても、消費される時間は10分ぐらいですから、まあまあ、まあそこまで惜しまない方がいいですよ。力仕事してる人たちの方が、多分ね、力仕事してる人たちとかだったら、一日で、その仕事の種類とかにもよりますよ。例えば、フルーツラパークのバーベキューコーナーで、一人で一テラス見て、ちゃんと、鉄板とかも洗って、まあ、鉄板といっても、まあ、金属類の鉄板ということにしておきますけども、本当に鉄だったかな、どうかな、のところでちょっと記憶がはっきりしないんですよ。中田工業高等学校に通ってたんですけども、そこでね、芋の鋳造っていうんですけども、そこで型に流し込んで作ってたんですよ、フルーツラパークの。そこで、まあ、長戸工業別科の方では旋盤加工で秀和株式会社のタンクローリーのハンドル回すところの取っ手を、作っていました。それが僕は高校1年生の頃だから、鋳造は違いますよ。芋の方は違いますよ。芋の方は、高校3年生か4年生ですね。片っ端からいろんなこと、ボール板もフライス板も危険物取り扱いの免許もアーク溶接も、
またアーク溶接とガス溶接と溶接って2つあるんですよ。で、まあどちらを選ぶかっていう話になるんですけども、だからアーク溶接が最終的にエネルギーの残存量問題をしっかり分かってる人間はアーク溶接が正解の話になるんですけども、まあいろんな方法がありますからね。基本的に家の家具だったら木材ですよ。で、木は入ってきますから。それと、まあ、これまあ、日本テレビ放送も株式会社、やその傘下の人たちへのメッセージなんで、まあ、もちろん新海誠監督へのメッセージでもあるんですけども、次から次へと、ね、世界の五大問題と、なぜ地震が発生するのかについてのところを、しっかりとエネルギーの残存量問題とかと組み合わせていくと、建物の老朽化問題とかね、その解体と、農業問題、少子化問題、作品、あと5本ぐらいは、作るでしょう。もう今まで僕が喋ってきた内容で、あとホームページに記載してた内容で、まあそれは世界にとってものすごく重要なことだから、そこはっきりさせて映画作っといてください。で、もちろんある程度お金はいただきます。これだけ的確にまとめてきた人間はなかなか世の中いなかったでしょう。解決策提示して、スポーツ関係とかゴルフ場はね、その岡場駅の近く その女子ゴルフですけども、新湯ゴルフクラブで、ちゃんと試合させていたっていう、それ本当の話ですから。18ホールどうでもええよ、エネルギーの残存量問題から考えたらって。16ホールで早く終わった方がみんな楽でええやろって、経費もかからなくて済むしってね。どちらが賢いかよく分かったでしょ。ちゃんと駅から降りてみんなゴルフバッグ自分でね持って歩いていくことって、歩いて岡場駅から歩いて多分15分か、まあ、20分かかる人はかかると思います。まあ、大体多分それぐらいだと思いますよ。深夜ゴルフクラブの入り口にたまにごちゃごちゃになるんですよ。そのもう一個向こうにまたゴルフ場あるから、そこは行っちゃダメって、車に乗っていくからダメダメって、ちゃんと電車って、みんなガソリン消費しちゃダメよっていう、そういう話なんですよ。だから兵庫県の何箇所かのゴルフ場は太陽光パネルで、しっかりとね、対応させていただきました。こんな駅から遠いところにゴルフ場を作ったの、みんな車で来るやんっていうようなところ。もう兵庫県がどうかしてたんですよ。藤子不二雄先生の、本当に先生と言っていいかどうかわからないんですけども、まあもうお亡くなりになられた方ですけども、あのドラえもんとか書かれてた人たちのグループですよ。一人であんなに全部作品作れるわけないじゃないですか。忍者ハットリくんとか、怪物くんとか、お化けの Q 太郎とか、まあドラえもんもそうですし、まあドラえもんが、まあ軸でしょうね。で、プロゴルファー、猿。それ見て、みんなを、おかしくなったんじゃないですか。プロゴルファーさん見て、兵庫県の中だけで、兵庫県内だけで135もゴルフ場作っちゃったんですよ。ゴルフ場の隣にゴルフ場があって、そのやや南にゴルフ場がもう一個あると、3つとも多分18ホールだと思いますよ。誰か経営の仕方とかしっかり教えてあげた方がいいと思いますよ。あとエネルギーの残存量問題、それでちゃんとしっかりと太陽光パネルを設置してるかどうかでね、構成できてるか構成できてないかを見ると。まあもう海外のゴルフは僕はもうほったらかしにしてますよ。巻き込まれたくないんで。松山英樹は未だに金払ってくれないんで。あれだけ夜中の試合、宮里愛にしても協力したのに、メジャー大会で何回も優勝させてあげたのに、誰もお金払わへんっていうね。どうしましょう、本当にこの話。今頃多分みんなお金払ってたら、河川水門返しきれません。とうの昔に出来上がってますよ、日本。いくつかのダムプラスでね、
それはね、やっぱり太陽光パネルで、多くの電力、ほとんどの電力を電気自動車プラスで昼間に充電しながら入れてる状態で、夕方からの発電だったりとか、水を貯水しておいてね、河川で、水をせき止めておいて夕方まで、そこから発電。なんとかね、20時ぐらいまでしのげれば、あとは原発でどうにかなる。原発の数をある時期である一定の数にすると。だからまあその辺のところは太陽光パネルで屋根の上とかダムの上とか制圧しなかったらわからないんですよ。だからそれこそ自衛官の仕事であって。日本中のゴルフ場一覧表と、どこのゴルフ場が太陽光パネルの設置が終わったのかの一覧表、その両方が欲しいですね。インターネットで検索できるように。正直、他のプロゴルファーの人たちとかも、世界の四大大会とかで、4位以内とか、2位とか、僕の方で頑張って頭の中貸したりとかで、それで何とか順位、丸山茂樹さんとか片山慎吾さん、石川遼も優勝させてあげたとき、賞金王になったときかな、読売ゴルフクラブまで僕歩いて行きましたから、家から、西宮市の。で、そのままホール回りながら対応しました。けど1円も払ってくれないです。どうしましょう、このむちゃくちゃな話。もう何年も経過してしまいましたよ。今頃絶対河川水門開閉式玉発電出来上がってますよ。そして貿易輸出にも随分金額変わってました、ね。2012年の、もちろん東日本大震災があったから、たくさん重機が動いたりとかしてね、まあ、ガソリンの消費が日本としては、多い年であったんだとは思うんですけども、暖を得るにしてもね、灯油を使ったりとかで、停電とかありましたから、2012年の、石油の輸入金額15兆円以上、その頃円高だったと思いますよ。で、ガスが7兆5000億円以上、石炭が2兆9000億円以上、自然再生可能エネルギーで多くの電力を賄えていたら、まず、今のガス火力発電所も、石炭の火力発電所も止まってる。だから石炭とか、ガスのエネルギーというものを将来の人たちに少しでも、残せる。もう残り流水採掘可能埋蔵量。石炭はほどほどにあるんですけども、ガスはもう49年分ですから、それ将来掘っていく分も計算に入れてですよ。自然再生可能エネルギーの普及をもっと上げて、電気自動車に切り替えなかったら、石油とガスの残りの、採掘可能な年数、もっと先に先延ばしすることできないですよ。ね、もうみんな頭上がらないでしょ。貿易輸出によって太陽光パネルの方も屋根の上制圧してダムの上制圧してたらもうどうなってたか。河川水門開閉式ダム発電と地下水流トンネル発電も今頃出来上がって琵琶湖も完全にダム化して、多分電気自動車ももっと進めれていて、今頃もガソリン車なんか販売どうの昔に終わっていて、で電気自動車が少しずつ、中古のガソリン車がまだ動き回りますから、重機とかね、まあ、重機もなかなか買い替えなんかないですよ。だからまあガソリンはある程度輸入するでしょうけども、だけども ほぼ 100% の電力を自然再生可能エネルギーで賄えていて、電気自動車ある一定の数が出回ってるでしょ。そしたらだいぶ変わってましたよ。
貿易輸出入の金額も消費税上がってなかったかもしれないですね。以上です。皆さんお支払いのほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と、淡井圭介が YouTube にアップロードした時に着信通知が来るようにしっかりとご自分で登録してください。で、分からなかったら周りの人に、着信通知設定の仕方聞いていただいて、もしくは分からなかった販売店の方に、聞きに行ってください。で、周りの人に伝えてください。淡井圭介さんの言ってる内容はすごく重要であると。36番とかに記載してる内容だとか。まあ、それに向けて、解決策は58番にあって、すべて対応するしかないということです。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。